皆さんこんにちは、東條でございます。今日は大人の勉強やり直しマニュアルの第5回目です。今日のテーマは幸せになる方法です。では前回のおさらいから始めましょう。幸せとは幸せの要素が高次元でバランスしている状態でしたね。そして幸せの要素は人それぞれ異なるので、自分の幸せ要素を見つけ出そうというのが前回のお話でした。そして幸せ要素見つかりましたか？今日はその中のいくつかについて要素を満たす方法を考えてみましょう。方法は無限に存在するので、自分の納得のいく方法を探しましょう。で、要素が見つかったらその要素を深く掘り下げていく必要があるんですね。今の自分とのギャップ、これは差のことですが、今の自分とのギャップを探って、そのギャップを埋めるために今何をすべきかを考えるのが大事なんです。で、例えば仕事とか所得という要素を幸せの要素として挙げている方がいらっしゃったら、仕事についてお話しすると、何の仕事がしたいのか、そしてその仕事は自営で行いたいのか、就職して行いたいのか、副業として行いたいのか、そしてその仕事を何歳でいくらの所得が欲しいのか、最終的にはいつまでその仕事を続けるのか、そういったことを全部深掘りして考えていく必要があります。で、仕事をさらに深掘っていくと、必要な資格って何だろうか、あとは必要な能力はあるのか、自分に今足りてない資格能力はどのようなものか、そしてそれらの資格能力はどうやったら得られるかまで深く深く考えていってください。一番上の上段から徐々に逆算していくイメージです。私たちの最終目標っていうのは幸せになることですね。その幸せになることの要素は何なのかが2番目です。そして3番目にそれぞれの要素について何が必要かとか、何をすればいいかとか、今できることは何かという形でどんどん逆算して考えていくことが今回の重要なテーマですね。で、全ての要素で逆算し終わったら、 A3 用紙とか特にメモ紙でもいいんですけども、きれいにまとめて書いてみましょう。で、一つ一つの要素について相互とか矛盾がないかどうかを確認してください。で、もし矛盾とかが発生すれば適宜修正していきます。で、自分の中で、あ、この人生素晴らしいなと、これが全部揃ったら最高じゃないかという腹落ちをしたら完成です。この腹落ちするまではいくらでも書き直して OK なので、ずっと考えてください。深く深く考えるのが大事なんですね。で、やることが明確になったらあとはやるだけです。もうとてもシンプル。私は十中八九勉強は必要だと考えています。自分の中で心底勉強が必要なんだと信じられないと勉強は多分続かないと思います。そう思えない場合っていうのは、今回の人生ではおそらく勉強が不要なんだろうなと、まあ、そう思ってもらっていいと思います。それでは今日のまとめです。幸せの要素が決まったら逆算しましょう。そして今何ができるかまでずっと考えてください。で、全部ができたらまとめて書いてみましょう。そごとかが一切ないと、これで納得できたぞって決まったら、あとはもうやるだけですね。この動画が皆さんのためになれば幸いでございます。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。